町外れの遺跡に転移魔法のゲートが開いているのが見つかったのは最近のことだ。ゲートを使えば目的の場所に容易に旅立つことができる。古代エリシア文明の神殿の遺跡には未だ多くの謎や財宝が残る。神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。君は鳥かごに囚われていた妖精を逃がしてやった。君はギルド君が行方不明に。多くの軍勢は水路を通ってやってきているようだ。次にも船から下ろされたものだろう。君は探している冒険者らしき遺骨を発見した。
こういった遺骨の傍らには死の前に書かれた言葉が刻まれていることがある。巣が他にもいくつかあるようだ。他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。